新約聖書、使徒行伝に登場する初期のキリスト教徒。使徒によってエルサレム教会の執事に選ばれたギリシア語を話すユダヤ人の七人の弟子の一人。聖書では七人の一人とも称される。十二使徒の一人フィリポとは別人。福音宣教者フィリポは新共同約聖書の訳語表記であり、文語約聖書、口語約聖書、新海約聖書では、 伝道者フィリッポと訳詞表記される。また執事フィリッポに対応する日本語訳として、女祭フィリッポないしタスクサイフィリップとも称される。フィリッポはギリシア語の男性名で、馬を愛する者を意味するフィリッポスの日本語聖書翻訳の新共同訳における各変化語尾を外して名詞見記のみにした慣用表,表記である。フィリポもこのような慣用表記である。フィリポはステファのプロコロ、 ニカノル、ティモン、パルメナ、ニコラオと共に選ばれて、ギリシャ語を話す、ユダヤ人の世話を任された。ステファーノの殉教後、サマリアに宣教し、魔術師シモンをはじめ、多くの神父を獲得した。さらに精霊に示され、イザヤ書を読んでいた、エチオピアの女王に使える宦官に、イエスの教えを伝えて、これに洗礼を受けさせた。使徒行伝によれば、この宦官が洗礼を受けた。 最初の日が野人である。その後アゾ統計輸出各地で選挙を行いながら、カイサリアへ行った。その後フィリポは、カイサリアに定住したらしく、後年パウロラが、カイサリアのフィリポの家に滞在したという記事がある。フィリポには4人の娘があり、皆預言者であった。後代の伝承では、フィリポは小アジアの港町トラレスに住み、その監督となったとする。別の伝承では、 フィリポはイエスの派遣した70人内死の72人の1人だとする。成人の概念を持つすべての教派で成人として数形されている。正法教会では6月6日に記念される。東方正教会では10月11日が記憶日である。このほか東方正教会では70門との1人として改修祭でも記憶される。ギリシア語。 デルタイオタアルファーカッパニュー、ジジャカナス、交互訳聖書での訳語、出事を新共同訳聖書では、奉仕者としている。首都行伝21、8、ありがとうございます。